ペトログリフを探せ、クジラ岩に行ってきた。住所は佐賀県唐津市江猿木279-1、県道292号線沿いの田んぼの中にある。さよ姫岩から車で30分のところにある。岩が示す方向は太古の北を指している。およそ1万3000年前の北だ。呼子の捕鯨は和歌山県から伝わったとされ、中尾家は18世紀から明治初期まで捕鯨業を営んできた。呼子の歴史でクジラが大きなウエイトを占めた時代があった。その名残からクジラ岩と名付けたと思われる。今日は積乱雲の通過で午前中は天気が不安定なので、雨宿りを兼ねて佐賀県唐津市、旧東松浦郡鎮西町、呼子町、東松浦郡玄海町、肥前国松浦郡名古屋にあった日本の城、太閤豊臣秀吉が文禄の役を始める前に築かせた、現在国の特別史跡に指定されている。平成18年、2006年には日本百名城87番に選定されている。名古屋は海岸線沿いに細長く広がる松浦郡の北東部の小さな湾内に位置し、中世には松浦島の交易拠点の一つであった。ここにはもともと松浦島の旗頭、旗師の一族である名古屋市の居城、柿福城があったが、豊臣秀吉は大陸への侵攻を起とした際、ここを前線基地として大掛かりな築城を行った。名古屋城は鳩岬の丘陵、標高約90メートルほどを中心に17万平方メートルにわたり築かれた平山城の陣城である。五重天守や御殿が建てられ、周囲約3キロメートル内に120箇所ほどの陣屋が置かれた。城の周囲には城下町が築かれ、最盛期には人口10万人を超えるほど繁栄した。本丸、二の丸、三の丸、山里曲輪などを廃し、本丸北西宮に望楼型57階の天守が築かれた。城跡からは金箔を施した瓦が出土しており、天守に吹かれていたものと考えられている。城郭の周辺には各大名の陣屋が配置された。本丸は東西56間、南北61間、総高さ32間1尺5寸であった。城への入り口は5箇所あり、大手門、西の門、北の門、船手門、山里通用門だった。三の丸は東西34間、南北62間。このほか腰狂わ、小狂わ、豪一狂わであった。完成後もたびたび改築を繰り返したとされ、本丸西側は築城後に石垣部分を壊すことなくそのまま埋め立てて増築されたことが判明し、旧石垣も発掘展示されている。三の丸櫓台北側では築城後に改造を受けて門が設置され、その後また撤去されたことが発掘調査で判明している。秀吉の死亡後、大陸侵攻が中止されたために城は廃城となったと考えられており、建物は寺沢博隆によって唐津城に移築されたと伝わる。石垣も江戸時代の島原の乱の後に一揆などの立てこもりを防ぐ目的で要所が破却され、現在は一部分が残る。歴史上人為的に破却された城跡であり、破却箇所の状況が復元保存されている。天気が回復してきたので名古屋城跡から移動します。玄海町の一角、小さな入り江に面した浜の浦地区は、海岸から駆け上がる階段のように斜面を幾重にも連なる棚田が覆っています。自然の描くカーブに沿って大きさも形も地形に合わせて造形されてきた棚田は千枚田などとも呼ばれ、土地の少ない日本では稲作が始まった時代から続く風景です。浜の浦の地名は急傾斜になっている海岸、緩やかな丘、入江にある集落ということで名付けられたと考えられています。
浜の浦海岸に流れ込む延長約 2km の浜の浦川によって形成された浸食谷に堂々と築かれてきたのが棚田です。面積 11.5 ヘクタールの中に大小283枚の田んぼが幾重にも連なっています。立ち寄ったこの日は蓮の花が満開を迎えていた。日本での古名蓮は花椒の形状を蜂の巣に見立てたとするのが通説である。蓮はその天下水不要、水不要、もしくは単に不要、不御仙、池見草、水の花などの意象を持つ。蓮の花と睡蓮を指して蓮華といい、仏教とともに伝来し古くから使われた名である。この棚田では主にコシヒカリが栽培され、例年4月中旬から田んぼの水張りが始まり、5月上旬には田植えが終わります。この間水平線に沈む夕日が海面と水田とをオレンジ色に染め、あぜ道が描く幾何学的模様は私たちの目を楽しませてくれます。時刻や天候、季節によってさまざまな姿を見せます。次回は和田摘神社に行きます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。